はい、どうもこんにちは、美京です。アンスコやっていきたいと思います。今回はですね、右上アン鬼没アンですね、右上鬼没アンを使った試合、1戦目ランク戦、2試合目カスタム戦でお持ちいたしました。実はね、右上鬼没アンが最近結構流行ってまして、特にね、上位隊の方がね、皆さんなんかお使いになってるという噂を聞きましてね、ちょっと私もやってみるかと思って、使ってみております。で、編成はですね、祭司墓森長考師傭兵、これ多分ね、義士版だと思うんだけど、占いが来てないんだよね。なんでかはわかんないけどね。なんでだろうな。で、これ、長考師は、まあ、これ、しばけますね。香水で。まあ、戻るような気がしたんで。はい、ここでしばけますと。で、このまま長考師追いですね。占い師いなかったら、長考師そこまで怖くないのでね、アンは。うん、香水のね、時間を減ら、待ってられるから、猫かませれば。それがいいとこですね。これは落ち着いて板の方に斜め出しして戻ってくるかどうかを確認しつつ、戻ってきたんで殴るという感じですね。まあまあまあ早いんじゃないかなと思います。うん、即死ではないけど、ちょっとファーチェイ始まるまでに若干時間がかかってるからあれだけど、まあまあ許容範囲内かなと思います。墓森 65%、 祭司 70% ぐらいで、出窓が回ってますね。これは出窓に寄せていきます。傭兵が 60% ぐらいですね。まあ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 って感じで、出窓をね、墓森が回してたみたいだね。これ鬼没あるからワンチャン一発あ与えにいてせかしちゃおうかなと思ったんだけど、警戒されちゃいましたね。で、階段上り下りして、まあ上からポトンでくるかなっていう感じ。できればね、スコップ使わないんであれば救助狩りをしたいところではある。これ危なかった。猫噛んでたらちょっと救助狩り失敗だったんでね。で、このタイミングはさすがに救助狩りが決まっていきます。で、右上なんで、凶暴振ってるんでね、めちゃくちゃ早い。これ正直ね、凶暴振ってないとね、実はケバブの危険性が跳ね上がるんですけど、凶暴ちゃんと振っているので、まあ、ケバブすることなく安定してちゃんと殴ることができますね、スタン中に。いや、凶暴強いね。私、凶暴あんまり振らないんだけど、普段。あ、凶暴って強えなって最近すげえ思うわ。コナミ感だけど、マジで凶暴って強えなって思う。で、これはアンお得意の、おもちゃにした状態での風船殴りですね。まあ、ここでね、救助させないようにしたいとこなんだけど、一回の振りがね、結構でかいので、焦っちゃダメなんだけど、私結構これ焦っちゃって、これもっと椅子前で待てばよかったんですよね。で、これ長考師殴んないといけない。で、ギリギリ墓守が、ね、良い感じだったから、いいもののって感じ。で、なんかね、これはね、長考師が近づいてきてくれたんで、まあもう適当に殴りますわ。で、そこに留まるんだったらね、墓守実はこれ終えちゃうんだよね。もう長考師危機一発切れるんで。まあでも見失って厄介なことになったらだるいなと思ったんで、ここは安定して長考師を飛ばします。で、もう傭兵がね、近くの院内の中でダウンしてるのは分かってるんでね。これね、長考師もうちょっと離れてれば、圧かかんなかったんだけど。で、これで索敵かけて、まあ、その辺で立て直ししてるだろうって分かって、これ引っかかりましたね。そこで引っかかって、傭兵はもう3、4回殴ってるんでね。これ、墓守スコップ使うかなと思いきや使わないっていう。使わないかーいってね。使っちゃえばいいのにね。まあ、鬼没もあるんでね。あれだけど。で、祭司が起こしに来てるかなと思って見に来たら、普通に自国会、騎士会入ったかな。なんで、ちょっと傭兵一発与えておきたいとこなんだけど、まあ、ここぐだるとね、墓守が立っちゃうんで、ちょっと悩みどこではある。そしたら逆に飛びついちゃってさ、これマジで修正してほしいと思う。そしたらこっちに祭司来てたから祭司殴ります。猫さ、キャラ踏んでる方に飛んでほしいよね。それマジでね、それだけでいいな。それだけ修正してほしい。ある？だって、噛んでない方の猫に飛びつくこと、状況的にありますかね？いや、わかんないな、私。あるか？あった方がいい、この機能。私はね、いらないんじゃないかなって思ってるんだけど、いや、万が一、それを利用してね、救助狩りとかされてる方がいたら、これ、傭兵と祭司のあれがね、ちょっと噛み合わなかったんだけど、救助狩りとかされてる方がいたらね、ご迷惑なんで、あんまり声を大にしちゃいけない。いるかな？いる？あの機能。噛んでる方に飛びゃいいと思うんですけどね。とは言ったんだけどね、思いついたわ。この機能、必要な理由があったわ。ね、追いたいキャラを追ってる時に、追われてない人がわざと猫を拾いに行くことがあるんですよ。で、噛んでる方の猫に飛ぶっていう設定にしちゃうと、その追ってる方じゃなくて、拾った方にジャンプしてしまう可能性があるので、やっぱりこの機能はすごく偉大だなって思いました。はい。で、これ祭司も、騎士会入っちゃうんで、先に釣ります。まあ、この状況なんでね、墓守6残ってると思うんだけど、救助狩りしてるから。なんだけど、まあ、スコップ含めても2回は多分投げれるんで、はい。で、墓守これ見えてますね。あ、院内行ったな。で、傭兵が右側にいるの分かってんで、傭兵も目視すると。まあ、それでも暗号機3台上がってんだからすごいよね。
まあね、あそこで傭兵枯れてないからな。その後ちょっと下ってるしね、やりとりが。で、これは椅子前に集めといて、飛びつきのやつで、で、椅子前の猫引っかかればいいなっていう感じ。で、瞬間移動に変えました。で、ここで皆さんお気づきだと思うんですけどね、これ右上鬼没案なんですけど、一回も鬼没使っておりません。もうなんかね、病院が、強ポジが全く追えないのよ、あんて。めちゃくちゃ、なんかうまくやんないと追えないんですよね、強ポジ。だから、強ポジ用に鬼没積んでんだけど、いつも。出窓とかもね。めちゃくちゃ追えないから。圧かかんないしね。だからめちゃくちゃ、強ポジ用に鬼没を積んでくんだが、一回も強ポジで鬼没使ったことないどころか、もう鬼没をそもそも使わない。もう、衝撃だね。どこで使うんだろうね、鬼没って。鬼没の使い道がもうわからない。もうね。いや、今んとこね、私1ヶ月ぐらいね、ハンターランクマやってなかったんで、ランク帯が今全然高くないんですよね。まだフラライだから、下手したらマンモスの方とも当たるんで、まあ、それもあるというかね、それもあるっちゃあるんだろうが、それもあるんだろうけど、私の鬼没の下手さもある。マジで鬼没下手なんでね、もう使いどころ1ミリもわかんないまま使ってるんで、鬼没のね、いい使い方。振り返り鬼没は一時ちょっと練習したんでね、まあ使える。あ、ここぐらいかな。こうやって板やられて、かまして鬼没ぐらいかな。しょうもねえ使い道。いらねえだろ、それ。もう瞬間にしようかなって思うんだけど。ただやっぱりね、救助狩り性能がめちゃくちゃ高いんでね、暗の強みがすごい出せる人格構成かなと思います、右上。というわけで、1試合目病院戦でした。はい、というわけで2試合目やっていきましょう。同じく病院戦、カスタムですね。編成はね、バーメイド占い師、傭兵祭師、義士版で、勇士、ユニコーン、グリフォンですね。いつも当たってるランク帯よりはちょっと高い。初手は祭司ですね。院内祭司なんだけど、パーチェなんでワープ2個使わせて追い切りたいとこではありますね。こっから占いバーメイドってなっちゃうとちょっとチェイスが伸びるんで、この編成で祭司見つけれたのはね、いいかなと思います。まあ、ただ院内なんですけど。それだけネック。まあ、ただこの距離なんでね、多分追いつくんじゃないかなと思います。袋ついちゃうと伸びちゃうけど、まあ、この後の救助とかを考えると袋多分、あん相手にパーチェで使わないんじゃないかなっていう判断で、追い切りました。で、院内地下だったんで、ちょっと地下釣ってみようかなって。私ね、めちゃくちゃ地下下手くそなんですよね。地下ってさ、サバイバーからしたら絶望じゃないですか。初手地下即死みたいなんて。私はね、もう地下に釣って、勝ちをね、分けにしちゃう、いつも。それをね、今からお見せしたいと思う。ちょっとね、この試合、今、勝ち試合なんだけど、反省点が非常に多いので、まあ、一緒に見ていけたらな、というふうに思います。お願いします。はい、というわけでね、傭兵ファースト来ますね。上から降りてきて、まずここね、索敵見つけるのが遅い。で、これ、行かれる。でね、祭司をね、下で殴っちゃったんだよね、これ。下で殴る意味はないでしょ、これ。これ階段とかに猫を置いといて、上に行けないような状態でね、傭兵が突っ切れないような状態を作って、最初殴ったりとか、そういうのをすればよかったのに、せず、しかも傭兵に一発与えようと欲張って、危うく最初ね、見失いかけたんだけど、まあ、ギリギリ足跡が残ってたから。もうとにかくね、地下級はね、落下攻撃と、あと、あの猫のね、この、立てるやつ、スタンをね、うまく使わないと、全く地下に釣る意味がないんで。ただ遠いだけ、暗号機に圧かかんないだけなんで、ちょっと練習が必要だなっていうふうに思いました。で、傭兵は、とにかく焦らずに、即死地下だと、もうね、結構こっち有利なので、焦らずにね、殴ろうとして見失ってトンネルできなくなったっていうのが一番悪いんでね、それをね、やんないようにしようと決意しました。で、占いが強ポ回してたんで、強ポに寄せて、小屋行くの見えてます。で、傭兵無傷なんで、まあ、もう一回救助来るか、耳鳴りを鳴らしに来るっていうのは分かってました。で、まあ、大体さ、この椅子に釣ったらさ、サバイバーその院内の壁のところに隠れるじゃないですか。で、まあ、そっちの方をずっと見てるよね、だから。一応、裏抜かれないようにいろんな方向チラチラ見てるけど、まあ、そっちから来るだろうなと思って見てますね。で、まあ、祭司や救助来ない密接だなっていうことで、ただ、傭兵近いんでね、これ、肘当てバービュンって来れるんで警戒してたんだけど、最後まで。で、占いがね、ここにいるのが分かってるので、占いを借りに行きたいと思います。袋ありのバーメイドとかマジで置いたくないんで、そして、ね、このバーメイドちょっとメタだけどね、めちゃくちゃチェイスうまいから本当に置いたくないんですよね。病院で置いたくない。で、ここで初めての鬼没ですね。で、窓乗り越えて、院内の方行くかなと思ったんだけど、
こっち側から追ったんで、小屋に戻りましたね。で、内側から追いかけて、できれば強風に流れてほしいなと思ったね。インナー行かれるぐらいだったら強風に流れてほしいと思ったんだけど、まあそっち側に流れてくれたんで、まあここは猫出して、まあ向こうも天眼で見えてるけど、こっちも猫で見えてるんで、で、これ飛びつきます。で、2匹目の猫を噛ませて、これ狩れるかなと思ったら、ギリギリ足一歩分ね、届かんちゅうね。マジかと思いながら。まあこれ多分まっすぐ突っ込まれたら板間に合ったんだけど、ちょっとよれたんで、ギリギリ殴ることができました。っていうことで占いも、借り切ることができた。ただもうここで3台上がってるんでね、非常に痛い。強ポに寄せてたんだけど、強ポをね、無傷の傭兵が多分回したんじゃないかなと思います。痛いね、非常に痛い。で、また傭兵救助来るでしょ、これなんだけど、まあ一応ろくなしっていうか、もう危機一発使っているので、ここはなんとか占いを即トンネルしちゃいたいとこですね。で、まあどの辺に隠れるか分かってるからね、だいたい小屋の時はこっち側から来るでしょっていうので、先に噛んじゃったんで落ち着いて2匹目を戻し、1匹目殴り、2匹目スタン。これ傭兵殴るか占い殴るか別にどっちでもよかったんだけど、占いを殴れたので占いを殴ります。で、傭兵一発入ってるので、これは救助狩りチャンスということで、3回殴ったり恐怖狙うのはさすがに難しいけどねもうっていうか、この傭兵さんに対してもうさ、3回救助狩りミスってるからね。私 DD もミスってるからマジかよって感じだけどね。で、まあこれは小屋内回してたんで、いや、ギリギリまで粘られるだろうね。肘当ても全然使ってないしね。で、これはただ配置が良かったですね。あそこで1匹目の猫が止まったのがすごい良くて、うん、狭いところと近いところ遠いところで猫がね、時間差で戻ってくるのが一番アンにとっては最高なんでね。これで傭兵を狩れたと。で、ここからちょっと早送りで、ぐだるんでね、行きたいと思います。まあ、勝ち試合なんだけどね、本当に反省点多くてね、まだまだですね、やっぱり、ちょっともうちょっとね、精度を上げていかないと案は厳しいなっていうふうに思いました。まあ、これは傭兵立ち上がって傭兵もう一回ダウン取りに行きますね。まあ、この辺の追い方とかも本当グダグダなんで、もう本当射程とかをね、ちゃんと見極めないとダメだなっていうことで。で、さ、ラストバーメイドチェイスですね。で、院内追いで、まあ、そこまで乗り越えたんで、逆側から行って、いや、まさかこれ引っかからんだろうと思ったら、めちゃくちゃドンピシャでこっつんこして、向こうも焦ったけどこっちも焦って空振っちゃうっていうね。今ので枯れてやるバーメイドだったら、と思いながら。もったいねえ。めちゃくちゃもったいないことしましたね。こういうのをなくしていきたいよね。やっぱり一つずつね。まあ、ハンターは、なんか、やっぱ教えてもらっててさ、よく言われるんだけど、まあ、無駄な立ち回りをなくせばなくすほどね、勝てるっていうゲーム性だと思うから、まあ、ここは広がった猫でダブル髪でいけるかなと思ったら飛びつきミスったけど。ただもう回復しちゃうんでね。早い。ね、無駄をどんどんなくしていきたいね。で、思ったんだけど、バーメイドチェイスって結構練習になるなと思って、お酒が飲めるんで、結構ね、自分がぐだるとね、回復しきっちゃうんで、まあ、ぐだってる目安になるかなと思って。っていう感じでバーメイド借り切って、タイヤリGGでした。また次回の動画で。